皆さんこんにちは、菅野明彦です。さてライブコンサート、今月は内外ミュージシャンたちのライブステージを収録し、その楽しさ素晴らしさを皆さんとご一緒に味わっております。8月最後のライブステージは7月1日新宿は厚生年金大ホールで行われました渡辺和美とちかコンサートの模様をお届けしたいと思います。ギターを弾き始めて14年、ベンチャーズやシャドーズなどを聴いてギターを志し、中村貞則さんにギター、内堀誠さんに理論を指示し、その間にたくさんのミュージシャン、いろいろなサウンドとの素晴らしい出会いをしてきた渡辺和美さん、話題のアルバムトチカ、このトチカというのは犬の名前だそうですけれども、このアルバムはプロデューサーにマイク・マイニアリを迎え、ニューヨークでレコーディングがされ、このスケールはかつてないビッグスケールによるプロジェクトで行われたようです。また映画復活の日のサントラにも全曲渡辺和美さんが参加し、今まさに世界の目が彼に集まっているようですね。さあ、それでは早速渡辺和美とちかコンサートのステージからお楽しみください。メンバーは近年とても注目を集め、ミルト・ジャクソンを超えたバイブ奏者と呼ばれているマイク・マイニアリ、シンセサイザーバイブのプレイも大変素晴らしい人です。キーボードは60年代から活動しているベテランプレイヤーで、ポール・ウィンターのグループに始まり多くのセッションに参加しているウォーレン・バンハート、ベースはマーカス・ミラー、若干20歳ながらニューヨークのスタジオシーンで大活躍のベーシストです。デイブ・クルーシンと GRP オールスターズのメンバーとしても来日しましたね。そしてドラムは若手ナンバーワンのスタジオミュージシャンであるスティーブ・ジョーダン、23歳のネイティブニューヨーカーと言ってもいいのではないでしょうかね。ギターはもちろん渡辺和美です。 Ladies and gentlemen, please welcome Kazumi Watanabe and friends from New York City.
で僕の旅行の土地から発売記念として、ニューヨークから素晴らしいゲストのミュージシャンの人たちが来てくれてますけれども、メンバーを紹介したいと思います。最初にドラムス、まだ21歳の若いドラマーなんですけど、オマー・ハキム on ドラムス。次に、先日もう日本に来日して、もう日本のファンの人も随分いると思いますけれども、ベース、マーカス・ミラそしてアコースティックピアノ、シンサイザー・エレクトリックピアノ、キーボード、ウォーレン・バーンハート。レコードの中からリクイドフィンガーズ、それからブラックキャナル、ブラックキャナルと僕の発音が悪いんで、ブラックキャナルというのは彼らには、ね、黒いカナリアというふうに聞こえるらしくて、いつもお笑いなんですけども、次にもう一人、素晴らしいゲストの方がいます。マイク・マイニエリオン・バイオリン。Thank you.
皆さん今日はどうもありがとうございました。そろそろ最後の曲なんですけれども、ニューヨークからはるばる来てくれたミュージシャンにもう一度大きな声援をお願いします。マーカス・スミラー、オマー・ハキン、マイク・マイネー、ウォーレン・バーンハート。
どうもありがとうございました。マイク・マイネル、ウォーレン・バーハ、オマー・ハーキン、マーカス・ミラー。渡辺和美土地下コンサートいかがでしたでしょうか。この渡辺和美さんのギターお聴きのように大変に素晴らしいテクニックであると同時に、彼の音楽性が私は大変こう透明だと思うんですね。でもちろんこのジャズギタリストでありますけれども、彼の生きていたその時代時代の音楽シーンというんでしょうか、こういうものに非常にこう、ナチュラルに素朴に素直に、何のこう先入観もなく音楽の栄養をこう取り入れて、そしてこう自己のものとして幅広いこう表現を行っているギタリストだと思います。その活動も大変意欲的で、例えばイエローマジックオーケストラとの共演も、注目されておりますけれども、一つのこう路線の上を行かない可能性をいつも感じさせるギタリストという感じがいたします。さて、来週9月からは再びスタジオから内外の一流ミュージシャンたちを迎え、生演奏、生放送でお楽しみいただきたいと思います。それでは今日のライブコンサート、この辺でお別れしたいと思います。お相手は菅野紀彦でした。渡辺和美土地下コンサートの模様いかがでしたでしょうか。自信たっぷりの演奏ぶりに加えて若々しいニューヨークの香りがリスニングルームに伝わったのではないでしょうか。6月30日から7月15日まで行われました渡辺和美土地下コンサートもこの日をきっかけに盛り上がりを見せ、今回のプロデューサーであるマイク・マイニエル、ニューヨークで若手ナンバーワンのドラマースティーブ・ジョーダン、そして若干20歳ながらニューヨークのスタジオシーンで大活躍のベーシストマーカス・ミラー、その他今ニューヨークを中心にノリに乗ったミュージシャンたちに囲まれての演奏ぶりは、若い男女の音楽ファンを十分に堪能させたようです。今日お送りした曲はリキッド・フィンガーズ、ブラック・カナル、トチカ、ユニコーン、マンハッタン・フルーダンス、以上でした。さて、来月9月のライブコンサート、再びスタジオからの生演奏生中継でお届けいたします。出演予定のミュージシャンは9月7日がモンタ&ブラザーズ、14日は山下久美子と佐藤隆、